番組をご覧の皆様、いつもありがとうございます。速稼塾の久保です。ちょっと暗いようですんで、角度を変えましょうかね。まだ暗いですね。失礼しました。ですね、私、今日が生涯45周年、久保哲郎45周年ということで、朝、そして夕方、そして今ですね、3度目のライブ放送をお届けしているところなんですけども、なんとですね、たった今、いろいろ届きました。そして届いた中からちょっと厳選してですね、紹介したいものがございます。あやさんこんばんは。上村さんこんばんは。私がね、人生を通じて速稼塾というものをやってきて、本当にね、我が生涯に一片の悔いなしと言いますか、これだけのことを俺はやったぞと言えるようなことを持てる人生をね、皆さんに本当にいただきました。もう本当に過分なですね、扱いを受けております。ありがとうございます。なんて言いますか、もう言葉にならないですね。早速ちょっとこれ開けてみますね。まずはこういったものが届いております。今日もう山ほどあるんでですね、ちょっとありがとうございます。もうこれを紹介させてください。まずはですね、これコカ・コーラみたいな箱に入ってるんで開けてみますけども、なんでしょうね。ハッピーバースデーあやさん、ありがとう。誕生日がこの45になってね、こんなに嬉しいものになるとは思わなかったですよ。去年も一昨年も嬉しかったんですけども、まあ今年は極めつけですね。年を追うごとに嬉しくなってきます。これ開けてみますよ。さあ開けますよ。バーン、あ、見えない。バーン、あ、これ段ボールを工作してくれたんですね。これなんだこれ、匂う、イカの匂いがする。はい、この本格派焼きイカ。そう、私のね、大の大好物といえばイカなんですけどもね、生だろうが焼きだろうが大好きな。うわっ、うわっ、これはすごい。うわっ、当たり目だ。これだけの量はなかなか手に入りにくいですよ。これ多分ね、私今年中に食べきれないと思うんですけども、この当たり目、この香りですね、すごい嬉しいです。これはですね、実はダイエットをしていてお腹が空くときに食べるように買ってたんですけども、もともとイカが好きなんで、ダイエットに成功した後もね、食べるようになったんですよ。イカの当たり目、バーン。これはこのサイズは手に入りにくい。1キロは北海道の函館松本商店さんから届きました。で、届けてくださったのは私の愛弟子、後継者と言っても過言ではないね、例の彼でございます。ありがとう、死ぬキャサル。君はもう本当に感謝と提供、誰よりもね、寝太く受け継いでくれましたよ。すごいですよ。すごい。で、もう一つ商品紹介していただきます。これ本当いただきますね。1年かけていただきます。次の46歳の誕生日まで多分あると思います。ちょっとずつ味わっていただきますね。次がですね、この冷凍で届きました。なんだろうな、これはね、おそらく速稼塾ファイナルのメンバーさんからね、いただいた。あ、見てください、これこの冷凍ケースに入って、こののし袋付き、お誕生日おめでとうと。こんなんね、天皇陛下でなきゃこれもらえませんよ、こんな立派なの。うわっ、イカ、これ僕の大好きなね、ハリイカ、これ水イカ、いやこれはね、お刺身にしてもいい。うわー、感激だ。お刺身にしてもよし、煮付けにしてもよし、焼き物でももちろん美味しい。このね、イカ大好き久保哲郎にこれだけのイカのプレゼントをしてくださった、本当に嬉しいなと思います。カキさん聞いてください。あれから流星ワゴン僕は10回以上見ました。本当にあのオーディションでね、カキさんがすごくいい勉強になるよって言われましたけども、私もこの YouTuber というかね、 YouTube で情報発信するものとして本当に勉強になりました。ありがとうございます。いや、このイカもいただいて、なんというかね、イカ、いや僕イカ大好きなんですよ。イカ、どんなイカでも大好きですね。イカ同分という形なんですけども、それからイカもそうなんですけども、
今日ね、ものすごく、皆さん手の込んだハッピーサプライズを、もうあの手この手いろいろ朝の6時ぐらいからしてくださって、昼もあって、で午後もあって、夕方あって、これいかにもうね、ここまでね人のために本当に尽くせるんだったら、あのどんなことも成就すると思いますよね。まずは私のためにやってくださいました。今度はこれを私だけではなくて、私以外のもう一人とかね、さらにもう一人とかっていうのを増やしていくだけなんですよ。やることは一緒です。イカいいかなという感じですけどもね。あやさ、イカ皆さんからいただいて、こうやってイカ人生ですよ、私の方も。はい、それでですね、今日感謝とともにお送りしたいことが、あ、そうなんですよ、あのカキさん流星ワゴンね、本当にいいドラマですよね。で、私の両親も見ていて、両親も大好きでですね、で、あれを見るたんびに僕はね、カキさんのことを思い出します。カキさんのあのドスの効いた顔でですね、とても優しく私をね受け入れてくださったこと、今思えばあんなことでオーディションに行く私は恥ずかしいなと思ったんですけども、それを取り戻すためとかね、なんとか言うわけじゃないですけども、役者さんっていうのは本当にですね、演技に毎日毎日磨きをかけて、トレーニングをして、訓練して訓練して訓練してプロなんだなと思いました。で、カメラが回った時だけやるんではなくてね、そうではない時でも本当に心底を芸を磨いてですね、自分の表現力を鍛えて、あらゆる瞬間を自分の肥やしにしているところが、あ、やっぱりね、役者さんってのはすごいなと思いました。で、人をフィクションと分かっていながら泣かしたり笑わしたり怒らしたりとかですね、いろんな感情を揺さぶってくるという役者さんっていうのは非常にですね尊い職業だなと思いますし、あの貴重なライフワークをね見せてくださってるなと思います。まさに一生を精進だなと思いますし、私もこのね YouTube を通じて自分のここの心の中にあるものって人に見せることができないんですよ、心の中にあるもの。だからこれを自分の表現力で表現していくしかないんですよね。そういう意味では私もあの俳優としてですね、まあ、俳優としたら言ったら大げさで失礼かもしれませんけども、そのぐらいの意識で私もこの YouTube を通じて、 Facebook を通じて表現を続けていこうかと思います。本当に悲しい時はね、悲しいような表現ができるようにとかね、怒ってる時は怒る表現ができるようにですね、そして優しく包む時は優しい笑顔で皆様のもとにメッセージを届けようかと思います。あ、流線ワゴンあるね、ちょうどいいじゃないですか、車買ったところで。本当に今日はですね、皆さんから愛情をたくさんいただいて、普段ね感謝と提供といって私が提供しているつもりになってたんですけども、やっぱ逆ですね、私が多くの方から提供いただいて、私がもう皆さんに感謝する役だと思います。これからも皆さんの役に立てるような人間でいたいなと思いますし、人生45歳、あと残りですね何十年残ってるか分かりません、20年かもしれませんし、もっと短いかもしれません。でも全ての瞬間をこれまで私をね支えてくださった一人一人の顔を思い浮かべながら過ごしていきたいと思います。これは本当にそう思います。今までも思ってたんですけども、今日ほどですね、強く思った日はないですね。そしてこれは明日からも続くと思います。今一人一人のね、私とこう会話を交わした方、メッセージを交わした方、出会った方、一人一人の顔が目に浮かんでいます。本当にこの一人一人の方のおかげで私は今ここにねいさせていただいてるんだと思いますし、明日というものも過ごさせていただいてるんだと思います。45歳というものが私に訪れたということは、これは45歳という時間、そして、豊かさ、幸せ、感情、いろんなものをですね皆さんに少しずつ分けていただいたおかげだと思うんですよね。で、これからはですね、そういった方に、皆さんにですね、もう少しでも1ミリでも恩返しできるように、この体を使っていきたいと思います。この思考を使っていきたいと思います。ですので皆さんもですね、自分の体だと思って、自分の頭だと思って、私のことを使い倒してもらいたいです。こき使ってもらいたいと思います。そこにはですね、もうすでに自分にメリットがあるからやるやらないってことは、ね、私はないです。自分にメリットがあろうがなかろうが、デメリットがあろうがなかろうが、全てを皆さんに捧げながらですね寄り添っていきたいと思いますので、私もですね、そのために今までの能力、人脈、それからお金を稼ぐスキルっていうのを使えるんだと思うんですよ。ぜひですね、これからもこの久保哲郎にお付き合いいただいて、45周年が46周年、50周年、60周年と共にですね、過ごせるように皆さんに、本当に熱くね、御礼とお願いを申し上げたいと思います。これからも
本当によろしくお願いします。イカ嬉しいな、イカ大好きなんですよ。で明日は 1.4 倍ビジネスのセミナーが福山でございます。18時開演、18時半からスタートでございます。私もねおりますので、ぜひねお近くの方はお越しください。絶対に損しない話です。あ、天水さんもどうも、岡山で会って以来ですけども今でも忘れないですよ。毎日の記事投稿本当お疲れ様でございます。いつも見ていただいて本当に感謝しております。誕生日、私のようなものでも誕生日が来ました。で上村さんもね、あやさんも、それからで椎名キャッサル、その他ね、ナミさんとかね、もう数え切れないぐらいの名前がここに浮かびます。徳野さんも本当この前はねビデオ出演ありがとうございます。徳野さんの本当顔が浮かぶたんびに私はね、まあ、ホッとしますというかね、徳野さんとこれからの人生も共に過ごせるんだなと思うとワクワクしますよ本当ですよ。で他ちょっとね名前呼びきれなかった皆さんいらっしゃるんですけども、本当にすいません、特に差はないです。本当にこうねポワンと頭がポワンとしちゃってですね、名前が出る方も出ない方もいるんですけども、一人一人きっちりと私の記憶の中にこう刻まれておりますんで、そしてこれからの人生はそういった記憶に刻まれている一人一人の名前を思い浮かべながら、一人一人の人生、そしてその方だけではなくて家族とかね、お子さんとかを全てを私の責任だと思ってですね、声援つながら進めさせていただこうかと思います。これは速稼塾に参加している方はもちろんなんですけども、速稼塾に参加してない方、ちょっと考えてるんだけどなっていう方も全部一緒です。特に速稼塾に参加している方は優先的に情報やスキルをお伝えする部分はそれはありますけどもね、そうではない方にも私の無料動画ですとか無料の記事投稿っていうのでタイムラグをつけてお知らせすることができると思うんですよ。さあ今日もですね、クレクレ星人っていう話題を私出しましたよね。クレクレ星人は嫌だとかね、クレクレ星人は嫌われるって言いますけども、やっぱりねクレクレ星人に対してすら受け取ってもらえないのが多くの方の現実だと思うんですよ。クレクレ星人に与えても全然活用してもらえないみたいなねジレンマがあります。ですからクレクレ星人以上にクレクレって言ってない人に商品を販売したり手渡したりサービスを提供するのは難しいってことに気づいてもらいたいんですよ。まずはクレクレ星人ぐらいは満足させないと、クレクレって言ってない人をクレクレっていう気持ちにさせるのはもっと難しいですからね。そこにあるのがビジネスなんですよ。でビジネスってのは感謝と提供で成り立っているってことを何回も何回も申し上げました。私は本当にそうだと思います。それ以外の概念はないと思います。そしてこの感謝と提供が皆さんできればですね、ビジネスもお金も必要なくなるんですよ。ビットコインも暗号通貨もいりません。本来いらないんですよ。貧富の差ってのはもともといらないんですよ。もう貧富の差が何でできるかっていうと、提供する人と提供しない人がいるからなんですよね。じゃあ提供させるためにお金をくれっていうから貧富の差っていうのが生まれるんですけども、そもそも何ももらえないのに提供することばっかりがねみんな大好きだったら、ものすごいいい世の中になるんですよね。まさに親から子供への愛情、この気持ちを子供だけではない自分と関わった人、もしくは他人に向けることによって成り立つと思うんですよね。いや本当感動ですよ今日は。なんと言っていいのか、この張り裂ける眠りの胸の思いを伝えれるんだったら全部伝えたいぐらいですよね。本当に同じことの繰り返しになっちゃいまして、今日はね皆さんに役に立つことっていうのはちょっと言えないかもしれませんけども、私がですね今45年を迎えて、少年の頃のね、私が45歳になったこの今の私を見たら、早く大人になりたいと思ってくれるんではないかなと思っております。それは今回放送を見てくださった皆様一人一人のおかげでございます。本当にありがとうございます。それではですね、速稼塾のファイナル、そして速稼塾のビヨンド、速稼塾のレジェンドと今トリプルで運営が続いておりますけども、こちらの方でもですね、1ミリでも1センチでも1日でも、そして1円でも1万円でも多くの実績が出るように、私は自分の身をですね最臭く思いでやらせていただきますので、これからも何卒よろしくお願いします。私はねもう逃げも隠れもしませんし、一人一人のことを家族だと思って、自分の息子とか娘と思って、そして親だと思ってやらせてもらってます。速稼塾ってものは私が作り出したものですけども、今すでにですね速稼塾ってのは私のですね親であり子であり、もう救いですよ。私自身が速稼塾に入門してるような感じがします。もう完全にですね速稼塾ってのは、私が考えるよりももっともっと大きなものになって、この国に広がってるんではないかなと大げさながら思います。本当にですね、今回ありがとうございます。動画を売ってくださった方、はい、徳野さん本当によろしくお願いします。これからもですね本当にいろんなことがありますけども、一緒に考えて一緒に悩んで、そして一緒に乗り越えていこうかと思うんですよ。
ぜひですね、この力、皆さんの力だと思って使ってください。使い倒してください、私もですね、皆さんのお役に立てるように頭と体を鍛えていきますんでね、よろしくお願いします。もうこれ以上、今日はね、言うことがあります。さっきからね、目がピクピクしてね、ダメですね、うん、で、今度はですね、ぜひね、この思いを皆さん、今ご覧いただいている皆さん一人一人が味わってもらいたいと思います。それで味わっていただくために、私も皆さんにお役に立てるようにね、情報発信を続けさせていただきます。あきこさんもね、本当最後までありがとうございます。それではイカが溶けちゃいますので、とりあえずこっちは冷凍して、こっちはですね、ちょっとこう小分けして楽しみたいと思います。本当に今日はありがとうございます。おそらく感謝のメッセージ、今晩はここで終わらせていただくと思いますけども、もしかしたら日付が変わる前にもう一回放送するかもしれませんね。放送しないまでも、うん、記事を書くと思います。あやさどうも、こちらこそお世話になります。本当にね、あやさとネオ FP というところをね、通じてもさらに強く結ばれたような気がしますし、去年のネットビジネスサミットっていうのでね、お会いして、まあエミさんともお会いしてですね、それからというもの、速稼塾というグループの中でも関わっていただいて、まあ上村さんですとかね、椎名木康太とかね、奈美さんとか、いろんな人間関係がすごくびっちりといったと思うんですよ。このですね、インターネット世界、インターネット国家というものの構築に、今速稼塾国家ってものも一個あるんではないかなと思うぐらいですけども、別に速稼塾に限らなくていいんですよ。これは皆さんの共有物ですから、速稼塾っていうのはね、名前は私が付けましたけども、皆さんのものであり、皆さんが大いに活用するものでありね、そこで知り合った方とやっぱりね、ジョイントしていただいたりとか、悩みを打ち明け合ったりとか、協力して二人三脚でやるとかね、三人四脚でやるとかで、私がね、役に立てることでしたら全力で支援させていただきます。もう私の残りの人生は皆さんのお役に立つためにあるような形ですからね、本当にそれは信じていただきたいと思います。もちろんね、最優先はすいません、奥さんになるかもしれませんけども、私の奥さんも皆さんをね、支える気持ちは同じでございます。今回ね、本当に動画の方メッセージを送っていただいたりとか、ドラマを作っていただいたりとか、サプライズをしていただいたりとか、こういった贈り物をしていただいたりとか、本当になんかね、誰かが言ったんですけどね、抱かれたい男ナンバーワンになれるんじゃないかなと、まあ、そんなことは言いませんけど、私に抱かれたいなと思っちゃダメですよもうね、ヨボヨボですからね。まあでも本当に、心を抱くような気持ちでね、皆さんの心、そして人生に寄り添っている久保哲郎でございます。45周年を迎えさせていただいて、これから46周年、50周年、100周年に向かって皆さんと共に歩んでいきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、もう取り留めもないことになりますね。本当にここで終わらせていただきます。涙が出ますんで、ありがとうございます。一人一人の顔、名前を思い浮かべながら、この、ね、終了ボタンを押させていただきます。では YouTube でお会いしましょう。